明治時代に黒瀬に杜氏のプロ集団を作り上げた3人の杜氏たち。いずれも他界して伝わるのは技術だけです。その一人、黒瀬常吉の娘さんがいると聞き、二人は笠佐町内の施設を訪ねました。黒瀬浜江さん95歳、常吉の実の娘さんです。常吉は83年前、浜江さんが12歳の時に亡くなっています。お父さんの常吉さんはどんな人だったかってお話聞いてますか？みんな黒瀬の人をば、はい、自分が連れて行って、はい、卒作るのを習わして。あ、お父さんが、はい、それで3、4年、はい、自分の元について、はい、卒に入れるようになった時には、うん、また別な人を分配して働かせて、うんうん、そして黒瀬は相当の村にふるさとになったわけですか。これも今も大事に持ってらっしゃる、はい、これがたった1枚あるの。あ、いいですか。あ、いい男だね。いい男です。これはお父さん何歳ぐらいの時なんだろう。さあ、若いですよね。まだ近そこそこの頃の写真じゃないでしょうか、ね、思い出した時だけ出してみます。あ、お母さんの分まで自分が私たちを大事にしてくれたのではないかなと思ってます。そういう思い出がありますか、はい、ご飯を作ってくれたり、はい、紙も自分で解いてくれて、うん、学校に行く時は着物なんかも自分で着せて連れてきよった。これはね、焼酎を好きですか、入れてとっくり、はい、人に勧めて友達の人が来た時に飲ませよう、お客さんに勧めてた。あ、どうもありがとうございました。元気でおそらく当時としては厳しかった黒瀬常吉も、浜江さんにとっては優しい父親だったのだと思います。日本人で生まれてきたから、そういう日本の伝統食をこうちゃんと支えている人たち、しっかりいるということはに出会えたのも良かったし、その人たちがどんな思いを作っているのかっていうのも知れても良かったし、ね、やっぱり守っていって伝えていかなきゃって思いました。厳しい杜氏と焼酎作りの世界、その中にある人の心、優しさが美味しい薩摩焼酎を作り上げる。それはこれからもこの南薩摩の地に生き続けていくでしょう。